はい、田中球児です。皆さん、 KSP がいきなり理由がわからないですが弱体化されましたよね。で、それによって恩恵を受けてる武器あると思いません？今回言いたいのはこのスイッチブレードのことじゃないですよ。もっと漁夫の利を得てる武器です。それがこのビゾンちゃん。こいつね、アップデートで強化されたんだけど、まだ誰も触れてないんじゃない？地味すぎて。1個前のアップデートか。で、こいつどう強化されたかっていうと、まず射程が伸びたんだよ。プラス撃たれた時のブルブルヒットフリンチが軽減されたんだよね。なんで使いやすくなってるんですよね。そんな感じで強化されて、ライバルもしかも弱体化されるっていうね、追い風も来てるんですよ。 PP19 の時代あります。ということでランクもやってっか。で、カスタマイズは親の顔よりか見た全盛期の PP19 のカスタマイズです。で、装備はこれ。どうぞ。今パッと見はなんか割とあれだな、分散してんな。ピースキーパーが弱体化されてないのを除けばいい環境ってよく言われてるからな。KSP と CBR が死んだのマジでウケるよな。なんでピーキー許されてんの。マジでさ、売るためだったらさ、あのスイッチブレードをね、ピーキー絶対弱体化したいのに、それはしないってガチの調和。これが懐かしいレレル時代よ。今避けきれてなかったけど、あれマジでね、全盛期だとマジ避けまくってあれで勝ってたからな。もうピースキーパーってか、あの PP19 でレレルすれば勝てる時代って言われたかな。これマジでえぐいな、これ本当。 CBR4 と KSP が消えたことによって復活したか、ついに。うわー、なんだこれ。頼む、味方カバーしてくれ。これで、おいしい。湧いた、それ。えぐっ、この脇ガチでえぐいわ。これがピースキーパーのレレレよ。いや、 PP19 のレレレよ。なんだこの、お前ら、そえ、もう脇やばいな、マジで。俺が目の前で湧いてんじゃねえか。よ、これ脇で挟まれてるわ。これをレレレして、いない、これ。多分こっち側で湧いてると思うんだよね。まだガチで脇頑固になってっかな。俺が、これ、いやー、今のはヌーブだった、下打ち。なっちゃいか。もうあれか、派遣武器か、これが。つれーわー。派遣武器つれーなー。もうチャイコムとか言うのは仕方ない。許してやるか。チャイコムじゃ、なんかラグいな、この部屋。もう UF 落とすじゃん。ちょっとやる気出てきた。こういう味方、勝たしてあげたよね。これ、イモっていいと思うわ。これマジで5発キルなの、マジピーキ。これ強えな、本当に。あー、おもんないグレネード、おもんないグレネード、おもんないグレネード、マジおもんないからやめろよ。俺の読みだとね、これね、ここ。これ勝つんか、これ勝つんか、さすがだな、マジで。これやれる。ほんと強えわ。ほんと強えわ、マジで。改めて気づけたの、こいつの強さに。他武器が軒並み弱くなったおかげで、こいつの強さに気づける日が来た。気づく方悲しいけどね、 SMG 死亡したみたいなもんだから。マジで SMG きついよな、今。なんで、うわー、もうない、それはない、来い、ない、もう。なんでこれバレてんの、俺バレすぎじゃねえ。一これ UAV 出てるわ。俺常に UAV 出てるって噂だからな、俺だけ。俺専用の UAV がある。これやって強い。味方マジでいいな。これ貸してあげて。ここまでちゃんと UAV を落とす。ちゃんとテック5を使う。タック5だか。ここまで優しい奴はいね。勝たしてやりて、俺は。これ裏脇したな、多分。PP19 はね、マジで意外と、待った方が強いからな。中距離こうやって待った方が強い。まあ、とつってもいいんだけどね。中距離強いんだよね。これ SMG の感覚よりか、動けるアサルトみたいな。うわー、まあ、だる。あれをだるいと思わない人いません。これどうせ上で。うわー、もう UAV 出まくってる。相手アメリカ軍だろ、これ。逆にアメリカ軍返しするか。来い。意味ないわ。無力化しちゃった。これやって、多分まだ来ると思うんだよね。逆に返してやるか、ショックあるしよ。ショックあるしよ、返してやるか。これやって。いや、そいつじゃない、そいつじゃない、もう一人、これがレレレつって。懐かしい、全盛期みんな殺してたわ。これえぐい、脇えぐい。これマジあるな。てか本当にピーキー使われなきゃ勝ちだわ。ピーキー使われなきゃ勝ち。ガチにピーキー以外だとこいつ一番強い説ある。こいつか、まあ、スイッチブレード。
ほんと貴重いな、このレレレ。ほんと貴重いな、このレレ。マジで来るかもな。マジで来るんじゃね。あるぜ、地雷。これ、勝たせてあげたいな、これ。妹っとけいいと思うんだよね、こいつら。ちょっと結構ね、バカ正直に、あー、そう、こいつらね、偉いからとつっちゃってんだよな。勝たせてあげたかったな。これ結構ね、ありと思うんだよな、PP19。来た。ドミネーションじゃない、ハードポイントか。ハーポはね、マジで PP19 強いと思うよ。レレレしたら勝てるからな。任してくれ。レレレの鬼と言われてる。このレレレしとけ、そのさ、なんでテルミットってなくさないの？テルミットね、おそらくね、マジで開発したやつがね、マジで強大な権力を握ってるとしか思えねえんだよな。足が遅くなるってガチで不快な効果やめろ。足が遅くなるってガチでリアルよりも不快だぞ。これやって、これで待っときゃ美味しいんじゃね？俺の読みだとね、これはね、こっから来るね。これで、やれるやれる。これ勝てんの？これ勝てるんすか？いや、マジであると思うぞ、これ。このレレレの気持ち悪さはやっぱ相変わらずだな。あー、おもんね。多分俺が死ぬ。俺なんだよね。こんだけ言った俺なんだよ、選択されるやつが。めっちゃ味方いたじゃん。俺なんだよ、いつも。俺かわいそすぎない？真っ先狙われるわ。これやって、これでレレレレを分からせると。マジでレレレできる武器最強。これ戻ったかもしんね。一周回って、レレレ最強時代に戻っちまったかもしんねえな。ここ意味ねえわ。すいません、ここにいる意味全くないです。どうしよう。これいけるんじゃね？元の拠点に。これ裏湧きすると思うんだよね、ワンチャン。これ裏ね、いとかないと、裏湧きすんぞ、ここマジで。俺が潰しといてある。裏湧きの棚、裏湧き潰しの田中って言われてるかな。ここの射角に入るの最強よ。来いよ。正面は見てほしい、味方。潰されちまった。これやって、これもやって、これも、やれんか。すごくね、一人で取り戻しただろ、これ。これ一人で取り戻しちゃったわ。やっぱ強えわ。で、やっぱ裏湧きするよな。これはもう仕方ない。これはもう仕方ねえ。裏湧きすんのは。裏湧きねえ、ここしちゃうんだよな、マジで。潰さねえと裏で湧くんだよ、これ。でも裏湧きはね、できるときと、待って、これゆえ全部殺す。俺が、味方いらん！そのキルいらん！俺のキル。オッケー？これはね、コットモバイルで一番つまんない瞬間って言われるかな。これコットモバイルで一番つまんない瞬間って言われてる。ピューリファイアとゼロ距離で当たって終わる。コットモバイル一番つまらない瞬間。裏湧きしてるわ。で、これは油断したね。ここにいないと思、待って、正面いるわ。これどうしよう。この神グレ決まる。この神グレ決まります。俺の読みだとね、ここから、この正面から、うじゃうじゃと、小映えのように来るだろう。ここでガンマッチしときゃ美味しいな。ほらね。このガンマッチ美味しき。犬は距離を引けば何も怖くない。犬狩りの田中って言われてるからな。犬狩りの田中はまずいか。なんかすげえ犬狩りの田中。犬狩りの田中はまずいか。まあでも、コットモバイルの世界の犬はクソ凶暴だから OK。これやって、これで横いるだろ。え、マジでこのチーム圧勝じゃん。やっぱ、俺、圧勝してるコットモバイルが一番楽しいんだよな。なんかギリギリ勝ってるコットモバイル楽しくねえからな。圧勝で、自分がキャリーしてるコットモバイルが、一番楽しいって言われてるからな。これもう、ロボット出す。え、すげえこれ。チーレスよりか早く終わったわ。抵抗なし。PP19 最強なんじゃね？こんな早く終わるか。PP19 最強時代が来ちまったわ、ついに。ほら、見て、もう。なんで、ピースキーパーを使ってるんだと。言わんばかりっすわ。ピースキーパーいねえわ。平和すぎねえ、この部屋。あいついねえとピースだからな。ということで、今の最強 SMG、PP19 かもしれません。お疲れ様でした。おつ。今さ、ピースキーパー弱体化したらさ、本当に群雄割拠になると思うんだよな。だって、本当にピーキーだけだよね、突出してんの。